皆様こんにちは、えー。ムニアートアワード2023からのお知らせでございます。えー、私ども、秋華堂ではですね、えー、ムニアートアワードと申しまして、まあ、いわゆるあの、まあ、新人発掘オークションといいますあのオ,オーディションといいますか、えーまあ、アワードを、えー、企画しておりまして、今回、えー、3度目の開催でございます。えー、初代グランプリ、花ナビさん、そして昨年はですね、えー、亀田さんと石川さん、えー、お二人の グランプリを誕生させてきたわけですけれども、2023年、まあ、どういった年になるのかというところもです、ね、まあ、これからワクワクしておる次第でございます。 えー、募集がです、ね、2月の1日から4月の4日までということで設定させていただいております、えー、詳しいです、ね、お問い合わせにつきましてはこちらのムニアートアワードのホームページぜひご覧いただきたいと思います、えーまあ、昨年の審査の風景ですとか、えー、受賞された方の作品ですとかあの非常にです、ね、あの細かくあの皆様にもです、ね、あの分かっていただくようにです、ね、あの動画も含めてご案内しております でまた、こ今年はです、ね、もう私も先日あの、たまびの方にお邪魔してまいりましたし、また京都、広島、それから東北の方も含めてです、ね、でいろいろ美術大学の方も回らせていただきまして、こういったおはがきを置いて、ですね、ぜひご応募くださいということで、私どもも現場へ足を運びたいと思っております。 優勝賞金、こちら、まあ、100万円で作品をお買い上げ、まあ、これだけではなくて、ですね、やはり私ども、画、ま、廊、あ、と、ですね、そして作家さんとのですね、非常に、まあ、強い関係を結ぶ、いろいろなまあアドバイスをする、まあ、ちょっと大げさに言えば、ですね、あのまあ、駆け込み寺といいますか、まあ、あの作家さんが非常にあのこれから世に出ていく中で、ですね、不安だと思うこと我々きっちりとバックアップしていきたい、まあ、そんな思いもございます。 ぜひこのムニアートアワード、2月から募集が開始されますので、ぜひご応募いただきますようにお願いいたします。また、まあ、事務局、私、金子が承っておりますので、ご不明な点は随時メールでも結構ですよ、お電話でもいただけたらと思っております。まずこのムニアートアワードのホームページ、ぜひご覧いただきますようにご案内いたします。よろしくお願いいたします。